ですね。わさびをつけて、召し上げください。これタコを波打つように切ってるじゃないですか。その理由って、おにぎりとかで、爪とか醤油とか余りやすい。はい。中トロですね。山口県仙台。おお、美味しい。キスですね。そば。柚子胡椒。うん、うまい。フグですね。そば。もう赤いからですね。ああ、どうぞ。プチプチは、とびっこですね。とびっこ、はい、まあ、とびっこのプチプチがもう最高。イカが出てくるとやっぱ北九州だなって感じがしますよね。発明ですよね。浜手ガレー。わー、白甘鯛です。わぁ、漬けうまっ。漬けのなんかこの味がもうめっちゃうまい、うん、いい感じに染み込んでるね、うん、濃すぎない。塩釜とはどうしたさん、違う小原ですね。いやこわめしゃい、小鯛と三つ葉のチャームスでございます。ハギのバターですね。なんすかこれ。揚げ巻き貝、こっち向けの貝ですね。へぇ、まあ、全然癖ないですね。九州でお寿司で食べる出てくるネタなんですか。うまっ。ハンビルガイですね。ハンビルガイ、ハンビルガイ、うわっ、うわ、立派。相当なのです。うわ、中におぼろと柚子胡椒とネギ、美味しい。相性がいい。いろんな
組み合わせというか足し算というか創作っぽいですよね、北九の。はい、でですね、はい、ありがとうございます。美味しい。これ一味です。七味、一味、そうなんですよ。綺麗だな。シソとゴマですか。美味しい。どう？いや、上からかけてるのです。カボス、マグロにカボスって初めてかもしれないです。うわ、それも美味しい。これ食べに来た甲斐がある。最高。